やっぱりインターンは本当にやってよかったなと思って、まあね、一番働く上で理想なんが働く時間イコール自分の夢を叶える時間になったら、ね、自分を認めてくれた縁のある会社なんで、そこでどうしようかなっていうのは考えることだと思うんですけど、うん、どうも、しゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回は新卒1年目座談会ということで、実際今年の4月から新社会人になった方々に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。この動画を通じて今大学3、4年生とか今就活している人たちが1年後どんな感じで働くのかっていうイメージがつけたらなと思ってます。明星大学出身の伊藤浩輝です。今は人材系のベンチャー企業で働いてます。立命館大学を卒業しました佐藤乃愛です。今は食品飲料メーカーに勤めています。東京都立大学出身の須山香奈と申します。現在は IT 企業に勤めています。東京経済大学出身の、川上優斗です。人材派遣会社に勤めています。よろしくお願いします。皆さんどういう仕事をしているのかっていうのをそれぞれ伺ってもいいですか？小さなベンチャーなので経営企画の部分をやらせてもらってます。うん、経営企画って何するんですか？具体的には入社が僕がこの事業をやりたいですって言ってこの会社に入ったので、その事業に必要な資料だったりとか広告とかの戦略だったりとか立ち上げのフェーズで戦略周りを全部やってるような形になります。で、何人ぐらいの会社なんですか？人数で言うと6人で、設立3年目ですもんね。そうですね。経営企画とかも言うけど6人とかだったらもう全部やらなきゃいけないじゃないですか？ぶっちゃけ全部です。これから営業も多分やりますし、採用もやりますし、全部やるんですけど、今はそこの部分をやってます。ああ、なるほど。はい、続いて佐藤さん。はい、お願いします。部署が営業に配属されて担当エリアとかはないんで、研修で先輩の同行してるっていうのが仕事。ああ、営業同行って挨拶して見てメモるみたいな感じなんですか？商談とかも追走行ったり、引き継ぎやったら挨拶させてもらったり、店舗に行って店舗周りで商品とか見たり、その人の一日に本当に同行させてもらって。ちなみに4月とかは研修とかもあったんですか？部署配属される前に同期で研修はありました。同期何人ぐらいいますか？40ちょっとぐらい。多いですよね。研修ってどういうことをするんですか？会社の考え方とかマインドとか社会人の基礎、会社の強みとかをみんなで共有して一丸となるための研修っていう感じ。なるほど。須山さんはどういうことを今されてるんですか？昨日まで全体研修があって、来週からようやく配属が決まって職場に放たれるんですけど、研修は同じような感じでビジネス系、マナー系とかと、あとテクニカル系で、やっぱ IT 企業なので多少の IT 基礎知識みたいなところは研修でやらせてもらいました。なるほど。2ヶ月ぐらいって結構がっつりってことですね。そうですね。体感としてはリモートワークっていうのもあったのですごい長かったです。津山さんの同期って何人ぐらいいらっしゃるんですか？500人ぐらい。あ、多いですね。どこかの交流とかあります？一応ありますね。クラスみたいに分かれていて、高校かなぐらいの、しかもクラス指導者っていう人もいる、先生みたいなかなみたいな。すごいな。そこのクラスのことは結構仲良くなりました、ね、プログラミングとかもある程度勉強するっていう感じですか？よりももうちょっと基礎的なデータベースとかアルゴリズムみたいなところを簡単なアプリとかを使って体験するみたいな感じで、学ぶっていうよりは体験するイメージをつけるみたいな目的の研修だったと思います。社会人としてのマナーとか全然わかんないじゃないですか。僕も今も分かってないんですけど、だから大事だなと思うシーンは結構あります。続いて川上さん、はい、お願いします。昨日でもう研修がもう終わりって言われて、はい、とにかく早く現場に出て力になってくれっていうことなんで、うん、例えば明日10人必要なのであれば僕の方から会社に電話をかけて明日10人必要ですで割り振るまではもう帰れないです。へえつまり週明けからは自分で取ってこいみたいな。そうですね、横にはいますけど全部自分でやってみたいな。テレアポからっていうか、電話で担当者にかけて明日何人必要ですかって言って、でまたジムにかけて手配してもらって、で現場でいる人にまた明日行けますかお願いしますって。ありがとうございます。はい、これ多分就活生が知りたいと思うんですけど、皆さんが就活時代にやってよかった、もしくはあこれやっておけばよかったなっていうことを一人ずつお聞きできたらなと思います。やっぱりインターンは本当にやってよかったなと思って、ね、まあね、ミスマッチなくなりますもんね。はい、本来こうだよみたいな、いろいろ教えてもらって、うん、それで仕事ができるようになって、うん、自信がついて、ある程度こうやりたいことが見えて、そこからの就活だったんで、ミスマッチなくできたのかなっていうのはすごくありますね。
じゃあ続いて佐藤さん。それこそ今の話を聞いてると長期インターンでやっといた方が絶対良かったなって思う理由が、今でもこれがしたいっていう夢を見つけられてない状態で、一番働く理想なんが働く時間イコール自分の夢を叶える時間になったら、そうですよね。それって一番マッチしてて、自分も働き甲斐もあって社会にも貢献できていい状態、そこを就活生の間に作れてたら一番良かったなって。とはいえでも会社先は決めないとってなる。そうだよね、期間もあるもんね、締め切りも。自分で後悔がないような軸は決めざるを得なかったっていう方が見やすくなるから、今就活生大変やと思うけど、夢を見つけれたらしたいこと、でも見つけれてない社会人も今から頑張って見つけるんで大丈夫やと思います。確かにめっちゃ心強いわ。どうですか瀬山さん。私は部活をやってたので必然的には時間がないわけじゃないですか、インターンもあんまり受からなくて、なので、まあ、それはその結果として受け止めて次何するかっていうことを考えた方が大事だと思うので、まあ、やっておけばよかったって思うことはないですね。川上さん心的な準備というか、自分のやってきたことに自信ってなかったんですね。でもエントリーシートとか面接とかやる上でそれってやっぱバレるじゃないですか、なんで自分のやってきたことぐらい自分が味方でいてあげて、人のためにこういうことをやってきたんだよっていう風に面接官とかその人に伝えることができれば、それはたとえ小さな結果であっても絶対に認められるところではあるので、自信持ってやってほしいなって僕は思います。納得した就活を終えるために今の大学4年生とかができること一言ずついただきたいなと思うんですけど、佐藤さん。私が大事だと思ったのは自分を好きになる努力をすることが大事かなと思います。どうやって佐藤さんは自分を好きになろうと努力したんですか。自分完璧を求めすぎてちょっとでもできないと、だから自分はやっぱできないんだって思ってしまってたところが好きになれない原因だなって考えて思ったんで、まず自分が楽しいことをすることと完璧を求めすぎないように。なるほどね。あと1個モチベーション上げてくれる本を見つけました、おすすめの本がありますか。天が味方する引き寄せの法則っていう本で、幸せの木は自分で作る、その本を読んでたら自分で自分を高められる元気につけられる本なので、持ち歩いてて悲しい時とか落ち込みそうな時はもう一踏ん張り頑張ろうって。大事ですね、メンタル面。須山さんどうですか。私は自分の選択に後悔しないことっていうのが大事かなと思います。最悪就活がうまくいかなかったとしても自分のやったことは後悔しないしっていうスタンスでいれば人生うまくいくとかも楽しく生きれるかなと思います。去年は気持ちを作るためにやってたこととかってありますか。自分に聞かせて、あの時この決断をしたのはこういう理由があったからで、それは変えられないから今は失敗したけど仕方なくねみたいな、自分に言い聞かせて。始める時期がたとえ遅かったとしても、自分がやったことは仕方ないっていう腹くくったっていうことですね。そうですね。川上さんは納得感があるかどうかだと思います、期限決めてっていうのも大事だと思いますけど、自分を認めてくれた縁のある会社なんで、そこでどうしようかなっていうのは考えることだと思うんですけど、迷ったら勇気のいる方がいた方がいいと思うし、でもその選択には決して後悔はないと思います。後から選択どうなのかなって思っても、それが選択違うからって死ぬわけじゃないし、ちなみに川上さんの6月とかはどういう生活をしてたんですか。昼ぐらいに面接受けて、面接も1日1個にしてたんですけど、でも次の日は全然知らない社会人の人と会って、昨日こういうことがあってみたいな。だから僕は一人で解決するなんてことはもうできなかったです絶対に。人に相談してそうだよねみたいな、優しいことをかけてくれる人もいれば厳しいことをくれる人もいるし、社会人の人と会うっていう、いろんな人に相談した方が本当に僕はいいと思います。最後に21歳の皆さんから今の大学4年生が就活真っ最中の人へのメッセージをいただこうと思います。毎日いろいろあると思うんですけれども、生きてるだけで偉いと思うので、せっかく生きてるなら楽しく生きようっていう気持ちで日々を楽しく頑張って生きてください。今すごいしんどいと思うんですけど、一人で溜め込むんじゃなくて周りに相談して周りの力を頼ったらすごい楽になると思うので頑張ってください。応援してます。6月までに決めなきゃみたいなところの思いはあると思うんですけど、来年の6月決めても全然大丈夫です。辛いとは思うんですけど、今本当に決めなきゃいけないかって言われるとそうでもなかったりするので、焦りすぎずにもう少し視野を広げてどっしり構えているとおのずと内定も取れるかもしれないので、焦らずにやっていってください。自分に自信を持ちきれないこともあると思うんですけど、完璧じゃなくても生きていけると思うので、自分のペースで自分を好きになって最後悔いのない決断ができるように
頑張ってください。応援してます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。